整備部土木舗装グループです。エプロンや誘導路などの復興施設の新設工事に関わる設計施工をしています。再編された高速離脱誘導路の増用によってより多くの航空機が離着陸できるようになった成田空港では、着陸後お客様がスムーズに飛行機をお降りいただけるよう新たなエプロンを整備しています。大型機10機が同時に駐機できるエプロンを作るため4年の歳月をかけた工事です。重たい航空機荷重に耐える舗装板の鉄筋組み立てでは、図面の通り正確な仕上がりになっているかを管理します。その後はレール上に並んだ3台の大型機械を使ってコンクリートの敷き慣らし、締め固め、仕上げを行います。敷き慣らしでは空撃ができないようしっかり充填させます。締め固めにはいくつもの振動機がついた機械を使って効率的に高密度なコンクリートを作ります。フィニッシャーで締め固め、荒らし上げを行い、最後に人力で仕上げとシート養生を行い、品質を高めます。また、私たちは定期的な現場巡回を行い、工事が航空機の運用の妨げにならないか、不安全な作業が行われていないかを監督します。工事の契約管理と監督業務を行っています。運用や維持管理に携わる社内他部署や現場で働く施工業者と密にコンタクトを取ることで、航空会社やお客様にとって使いやすい施設となるよう心がけています。将来、多くのお客様に利用いただく施設を作っていることです。エプロンが完成し、航空機が止まるようになった時には、大きな達成感を得られました。設計業者さん、施工業者さんとの調整の際は、図面や資料を用いて丁寧に説明することで工事方法や内容に齟齬がないように気をつけています。世界中の人や物をつなぐ玄関である空港という場で安全な空港運営に貢献したいと考えたからです。空港という現場の特色を理解し、すべての利用者にとって安全安心で快適な空港づくりの一端を担っていきたいと思います。多くのお客様をお迎えして便利で快適にお過ごしいただくために、成田空港は常にどこかで工事をしています。これからも国内線、国際線ともにますます便利になる成田空港をぜひご利用ください。成田でお待ちしております。